奈良知事選特集ということでですね、統一地方選注目選挙奈良知事選で新たな動きがございましたということで、ちょっと触れていきたいなというふうに思います。はい、はい、2月2日に今撮影しているんですけども、うん、衝撃のニュースが出てきましたと。うん、ジェック通信社さんというですね、まあ、世論調査、情勢調査とか取っている会社さんが、1月28日、29日調査を取りまして、はい、なんと維新候補がわずかにリードという報道が出たということで、維新ならでもしかしたら取るかもしれないって今状況になってきてるわけですよ。もしこれが本当に取ったら、まあ、大阪以外で初めて維新が首長を取るということで、まあ、言ったら新たな歴史が動いていくっていうような、うん、感じになってきますと。で、一方自民党は奈良県連のトップ高市早苗選ですから、うん、もうもしこれ落としたら、まあ、求心力になってくるし、まあ、総裁選とかの話もなってくるんで、うん、まあ、ここはかなりちょっと注目の選挙になってきますという感じですね。うん、で、今まで何回か取り上げたんですけど、もう一度ちょっと構図の方を説明したいんだっていうふうに思います。はい、今回も保守分裂の選挙になっておりますと。うん、そしてまず新井さんっていうですね、まあ、今現職の知事で、うん、次5期目を目指す今年の1月に表明されてましたと。うん、今78歳ということで、で結構、あ、またやんだみたいな感じで驚かれたっていうような。感じでございます。そして平木さんっていうですね、48歳の方、これは新人なんですけども、元総務省とか働いていて、うん、高市早苗さんが総務大臣時代の秘書官をやられていたって方ですと。はい、そしてじゃあ自民党新井さん平木さんどっちで行くんだみたいな話になった時に揉めた結果、最終的に自民党奈良県連は平木さんの方を推薦しますという、うん、感じで今党本部に求めているっていうような、状況になっております。うん、はい、新井さんなんか結構大ピンチみたいな、ね、状況になっております。そしてその後に山下さんっていうですね、元生駒市長の方が日本維新の会公認で出るってとこが報道されましたと。うん、そして共産党さんもかなり今擁立を目指しているっていう報道が出ているような状況になっております。うん、おそらくこの4つの構図になるんじゃないかなというふうに言われております。はい、はい、でね、ここだから自民党は今平木さんの方で行くみたいな奈良で言ってるわけですけど、うん、じゃあ一本化できるのかっていうところなんですよ。そうね。で、そもそも、じゃあなんでこの平木さん、新井さん出るって言ってる平木さん出してるのかっていうと、うん、一応まあ78歳なんで、もう高齢で、うん、しかも多選何回もこう出てるっていうか、うん、そこはやっぱマイナスに響くと。で、かつ新井さんがそんなに支持率が高くないというか、うん、低い。はいはい。はい。で、評価してない方が高いみたいな。うん、それから、これ、ジェックスさんの記事とか出てるんですよ。読んでいただければと思うんですけど、2割ぐらいらしいです、支持率が。はい。じゃあ、勝てねえじゃん、みたいな、うん。維新出てきたら勝てないじゃんってなっていて、で、しかも、この維新が結構今、奈良でかなり伸ばしてるんですよ、今。うん、2022年参議院の比例ですね。はい。奈良選挙区は、自民党が 31.8% で、維新が 26.4% で、5ポイント差ぐらいになってますと。うん、で、しかもこれ、安倍さんの銃撃があった後の、後半最後自民党が一気にガッて、うん、やっぱりちょっと安倍さん弔うっていう気持ちで伸びた中での 5% なんで、これ衆院選、2021年の衆院選の時は、2% ちょっとの差だったんで、うん、はい、もうこのぐらい今維新が奈良で勢い伸ばしているっていうような、状況になっております。はい、で、まあ、そんな中でだからこう一本化しないとそもそも維新がリードするよねっていう構図に、なっております。うん、じゃあ新井知事は降りることができるのかっていうポイントになってくるんですけど、うん、まずですね、1月の27日に、新井翔吾くんを励ます会というものが、あ、これは流し合わせわかんないと思うけど、別にこの公認とか推薦もらえなかったから、励ましの会じゃないからね。え、違うの？あ、これ違う違う。そういうやつ。かわいそうだから励ましの会。かわいそうだからそういうやつじゃない。なんかよくこう、政治資金パーティーとかで、よくこう、励ます会みたいな名前をよく使ったりする。うん、そう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 。だから別にこの、かわいそうだからのやつじゃない。あ、そうなの？そうそうそう。確かにこの話なんかすごいなんか励ましてる感じがあるんだけど、そうではないです。どういう会なの？じゃあそれは、まあ言ったら政治資金パーティーになっていて、だ言ったらここで、まあ、次の知事選のためのお金集めだったりとか、あ、そうなんだ。そう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 、そういうところで、で実際600人とかで、ね、いろんなこう市区町村のトップだったりとか、うん、県議会議員とかが来られてたっていうような感じになっています。ただなんか高市さんとか言ったら平木さんをしてる方とかに関しては出席しなかったり、はいはい、そういうことね、みたいなんですけども、はい。あ、一応前回までは自民党さんは新井さんの方を推薦してた感じなので、うんうんうん、はい、ちょっと今そういった動きがある。だから全然やる気ですよと。そうだね。はい。で、かつ、
まあ、二階さんとパイプがあるっていうので、去年の12月にも二階さんに面会を求めてたと。そうなんだ。で、奈良県連は平木さんなんですけど、だから党本部にいた自民党は、もう平木さん公認でお願いしますって今言いに行ってる状態なんですよ。うんうんうん。それを荒井さんは、党本部またでひっくり返そうとしてるっていうか、そういうことね。せめて自主投票にしてくれみたいな、はいはいはい、ちょっとそこで今、根回しをしているっていうような、状況になっております。なんで、荒井さん結構ブチ切れてるっていう、多分。うん感じですね。まあ、言ったら高市さんは結構もうエイヤーって言って結構行動するタイプの方なんで、はい、もうイケイケで行く、推進するタイプなんで、結構根回しと結構不足しがちというか、はい。まあ、言ったら、例えばこの前の、防衛費増税に関する岸田さんのとこも、閣内にいるのに、高市さんがそれを批判するっていう。はいはいはい、普通閣内だったらそこは協力しないといけないってことなんだけど、そこで批判するっていうので、ものすごく話題になりました。うん、はい。結構高市さんはもうすぐ保守の方とか、もうすぐ人気があったりするんですけど、うん、一方で結構自民党内では結構嫌われているっていう部分もあったりするので、はい。やっぱりそこの関係性で結構推進するタイプなので、うん、はい。っていうような、感じで、そこがちょっとどう響いていくのかっていうのは、うん、はい。ちょっと注目ポイントになってきますと。はい。で、あとただ、こうやっぱりこう自民党が完全に、こう平木さんの方で行くってなってるんで、うん、荒井知事の地域の講演会、まあ、いろんな市区町村とかにあったりするんですけど、うん、そこはちょっと解散の動きが出てきているっていう感じでございます。やっぱ、まあ、被ってるメンバーが、そうだね。メンバーが変わるんで、まあ、いかに自民党支持だから応援しましたよみたいな人もいるんで、うん、まあ、そこで平木さんになってる、ただじゃあ荒井知事の方はちょうどいますみたいな感じになっていっている、うん、ってことで、荒井さんからすると、まずはピンチになっているっていう、うん、状況ですと。はい。そしてですね、山下さん、今リードしてるんですけど、うん、こう一本化、ただこのまま進んだとしても、うん、結構ピンチな状況が実はあったりします。な、なんと、創業者、橋本徹さんですね。うん、が、こう山下さんを今批判してるんですよ。ツイッターとかで。はい。山下氏は維新政治都構想の否定論者だと。これどういうことかというと、2015年に、ファキャってなんかありまして、うん、そこで橋本流喧嘩民主主義の終焉って記事とか書いてたりしてるんですよ。橋本流喧嘩民主主義ってそんなこと言ってるすごいワードじゃないですか。で、まあ、そこの記事とかを引用してもうすぐ批判しているという状況でして、これ何言ってるのかというと、ツイッターとかでね、山下氏は政治的な考えは辻元清美さんと同じような考え方だと。へえ。で、維新とめちゃくちゃおちおちしてるのに辻元清美さんと同じような考え方ですと。でさらに、過去の維新発言を削除してて、維新への批判みたいな。あ、そうなんだ。卑劣な男だと言ってるとか、ものすごく今攻撃してるっていう。うん、で、まあ多分、今までの傾向から、橋本さん一度こうツイートでターゲットしようと批判すると、もう止まらない。流れ曲げないですよね。はいはい。多分今後行かれる。本当に吉村さん応援入れんのみたいな感じで言ってたんで、だから言ったら応援入る方もすごいプレッシャーかかっちゃう。そうだね、確かに。感じだって。一応馬場代表とか、普通に一緒に並んで、表明とか応援する表明とかしてるんですけど、うん、ここはどうなっていくのかっていうのが注目でございます。で、山下さんも過去の発言とかは、当時の僕はもうなんか勉強不足誤解してましたみたいな。で、もう反省しておりますっていうをツイッターで表明するぐらいの、今どこまでいっているっていう感じなので、で、言ったら橋本さんを好きな方とかは、うん、このまま山下さんいけるのかどうかっていう。過去の発言との成功性。だ自民党側としても、すごい攻めポイントみたいな。まあ、ね、しかも、誤解とか反省とかいうやつも、卑劣な男に繋がるもんね、結局。そう。削除してるっていうので。だから、それも言われちゃう。ここはかなりマイナスなんじゃないかな。確かにね。まあ、整合性を取られるっていうポイントなので、うん、はい。言っただからこう議員になりたいだけの人なんじゃないかみたいな、勝てるから言ったらみたいな、はい、っていうところを言っているという感じ、うん、でさあ維新奈良県内で、先日も、お話ししましたけど前川清成さんの公職選挙法違反の有罪判決のハガキの件ですね、うん、はい、はいはい、これが有罪判決で前川さんは否定してるんで一応控訴するみたいな言ってるんですけど、うん、また控訴で二審とかの判決出るとまたこのニュースが出てしまうってことなので、ね、こう知事選前に結構リスクになるんじゃないかなというふうに思います、うん、そしてまあ時期が統一地方選なので大阪知事選だったり、大阪市議選とか時期被ってるんですよ、うん、はい、そうすると吉村知事がこう奈良の方に応援行けないんじゃないか、確かにね、大阪で本来だったらもう毎日行っててもおかしくないぐらい今美味しい状況なので、うん、吉村さん行っててもおかしくないですけど、こう大阪から、まあ自分が候補者ですし、うん、でしかも大阪市議選っていうめちゃくちゃ重要な、もしこれで関数取れなかったら、維新の代表辞めますって、ね、大阪市の代表辞めますって言ってるんで、大阪舐めてんのかみたいな、うん、余裕なんだみたいな思わせるのもちょっとあれなので、ね、
だからそこをどうするのかっていう、こうどこにどれぐらいリソースを割くのかっていうのもちょっと注目ですね、うん、はい。あとよく知事選になるのが敵の敵が味方になるっていう構図っていうのが、あいつ嫌いだからもうよりあのね、あいつ嫌いだからっていう理由で他の人を応援したりするっていうのが政治の世界でよくあったりするんですけど、うん、これがね、もし例えば荒井知事がもしじゃあ出ないってなった時に、うん、もう平木さんに許せないってなって山下さん行くのかってなると、うん、いや意外にそうでもないんじゃないかなって思ってまして、あの、あ、そもそも2015年一度戦ってます。あ、そうなんだ。はい。荒井さんは本当自民党とか民主党とか、うん、あの全部の政党、が、あの、民主系ですね、うん、自民党とか全部の政党とかついてた中で、山下さん意外にこう、前線したんだ。前線したっていうふうに言われてます、うん。で、2017年も現職の首相相手に、約2000票差ぐらいまで攻めてたってことで、まあそういった感じになっているんですけど、まあ別に選挙の遺恨だけではなくて、あのこの2015年奈良知事選が終わった後に、あの奈良ロゴマーク住民訴訟というものをやっておりまして、うん、あの国民向けで奈良県とかがもう関わっているこう文化祭があるんですよ、うん、でこれ荒井知事が関わっているやつなんですけども、くまモンのデザイン会社に、まあ言ったら540万円でこうやってくださいみたいな、うん、ちょっとデザインしてくださいみたいな委託しました、うん、でそこに対してまあこう住民とかがこれは高すぎると、あもっと安くていいんじゃないかみたいな、そういうことね、税金がね、感じで言われて、だったらだから、奈良県は荒井知事といったこうデザイン会社に510万円返してくださいみたいな、うん、をそれをなんか求める訴訟みたいなのを起こしたんですよ。私的にこれなんか取り扱ってくれなかったみたいな、あの裁判の方でみたいな、席が棄却されたみたいな感じなんですけど、そのじゃあ住民訴訟の一応代理人というかやってたのが山下さんで、だこれ山下ベース荒井知事の関係性ができてる。そうだったね。だどこまでこれに対して荒井知事が怒ってるのかどうかっていうのも、うん、まあ、ちょっと注目なのかなっていうふうに思うんで、で荒井知事が降りたからといってじゃあその支援者が怒って山下さんの方に行くのかっていうとどうなのかなっていうところはございますね、うん、はい。正直だから荒井さん降りたことでなんか代わりのメリット提供するっていうのがあんまなさそうな、もう年齢的にもっていう、まあね、もう引退しかないっていう感じなので、はいはい、ちょっとそこはもうすごく、注目でございますし、高橋早苗さんがどう差配していくのか、うん、もうこれ次第で今後自分の政局にもかかってきますから、ね、はい、ちょっと注目でございます。はい、ちょ奈良知事選はねまた今後もいろんな動きあると思いますので追っかけていきたいなというふうに思います。ぜひチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。